ビルバオ・ビスカやアルヘンタリア銀行は、スペイン・バスク自治州、ビルバオに本社を持つ銀行グループ。通称はビビビ。スペインとアメリカ南部を中心として、ラテンアメリカ諸国にも拠点を持つ。マドリード証券取引所、ニューヨーク証券取引所上場企業。1857年に前身であるビルバオ銀行が設立される。1九百一年には、 ビスカヤ銀行が設立。1988年に両行が合併して、ビルバオビスカヤ銀行となる。アルヘンタリア銀行は1991年に誕生した公的銀行で、1993年に民営化。1998年には公的な金融機関を吸収合併した。1999年にビルバオビスカヤ銀行とアルヘンタリア銀行が合併し、 ビルバオビスカやアルヘンタリア銀行が誕生。スペインにおいてサンタンデール銀行に次ぐ2番目の規模を持つ銀行となった。2007年アメリカアラバマ州に拠点を持つコンパスバンクシェアーズを買収しビビビコンパスの名称でリブランド化同社の買収によりビビビはアメリカ南部で多くの資産を保有する大手銀行グループとしての性格が加わった。同業他社に先んじて 先端技術を導入する観点から、マドリードに加え、アラバマ州やテキサス州に研究所を設置した。また近年スタートアップ企業の買収が続き、2014年2月、アメリカ合衆国、オレゴン州に拠点を持つ決済サービス企業シンプルを買収、2016年3月、フィンランドのフィンテック開発企業であるホルビーの買収に続き、12月にはメキシコのフィンテック 2020年11月、PNC フィナンシャルサービシズグループへのアメリカ事業売却を発表した。2008から09シーズンから2015から16シーズンまでサッカーのラリーガの冠スポンサーとなっていた。また、NBA の公式スポンサーにもなっている。日本において、ビルバオビスカやアルヘンタリア銀行は東京都千代田区内幸町に東京支店を置き、 全国銀行協会巡回員となっている。2005年3月9日に金融庁より銀行免許の発行を受け、同年6月1日より融資業務の営業を行っている。監督局は金融庁。ありがとうございます。